どうも、はしきりサメ、サメ社会学者リッキーです。以前に正統派サメ映画、そしてマイナーおすすめサメ映画、さらに B 級サメ映画の解説動画を出したんですけれども、一連の動画を出した後に、そういえばマイナーおすすめサメ映画もうちょっとあったなっていうのを思い出したので、今回はまたマイナーおすすめサメ映画を4作品ほど紹介していこうと思います。で、今回の動画もですね、毎度のお願いで申し訳ないですが、ストーリーの重要部分をコメント欄でネタバレするのはご遠慮いただきたくお願いいたします。レッドウォーターサメ地獄。レッドウォーターサメ地獄は2003年に公開されたテレビ映画です。 DVD パッケージにはデカデカとホウジロザメらしきサメが描かれていますが、今回の映画の舞台は川で、登場するサメもオオメジロザメです。主人公のジョンはアチャファラヤ川という発音しづらい名前の川で、元妻の依頼を受けて石油採掘を手伝うことになります。しかし同じ川に凶暴なオオメジロザメが現れ、次々と犠牲者が出てしまいます。同じ頃、ギャングの手下であるアイスとブレッドは裏切り者が隠した金を取り戻すように命じられ、アチャファラヤ川にやってきます。川を舞台にして命と金をめぐるサメと人間の死闘が始まるという内容です。本作で注目すべき点は、登場するサメがオオメジロザメであるということです。サメは基本的には海に生息していますが、オオメジロザメを含むごく一部のサメたちは汽水域、そして淡水域に入ってくることができます。近年のサメ映画だと、サメが砂の中を泳いだり、サメが家の中に登場したり、特に意味もなくサメが飛んだりするので、川にサメが出るイコール B 級だと勘違いする人がいるんですけども、オオメジロザメに関してはちゃんと川に現れるサメです。まあ、川といっても、どんな川でも生活していけるかといったらまた別の話で、基本的には熱帯や亜熱帯などの水温が高めの場所で、しかも川の中でも塩類濃度が高い場所を好んでいるようです。なので完全な淡水の中で快適にずっと暮らしていけるわけではないですが、オオメジロザメが川に現れるというのは一応理にかなった設定です。一般に危険ザメとして有名なのはホウジロザメ、イタチザメ、そしてオオメジロザメですが、この3種のうち川に入ってくることができるのはオオメジロザメだけです。川が舞台のサメ映画にはまさにぴったりなサメです。サメの CG やハリボテというのは、まあテレビ映画ならではのものが正直あるんですけれども、まあ、ザ・ B 級っていうほど雑ではないかなと思います。まあ、ちゃんとオオメジロっぽい姿をしていますし、まあ、サメの造形としては及第点かなって感じです。ストーリーに関してもジョンたちに加えてサメにギャングにてんこ盛りですが、ちゃんとそれぞれが絡み合って三つどもえの戦いが展開されているので、まあ、そんなに設定が渋滞しすぎた感はないかなと思います。あと水中に車が沈んでるっていうシーンがあるんですけども、その車のナンバープレートがちゃんとジョーズに出てきたあのナンバープレートになっています。まあ、他にもサメに襲われないためにじっとしろっていう、まあ、割と現実的なアドバイスをされている時に、結局サメがやってきてもうちげえじゃねえかみたいな感じで泳いで逃げるとか、なんかそういうちょっとメタっぽい視点というか、まあ、サメ映画っていう文化が出来上がっていることを前提に作られたようなポイントがちょくちょくあって、まあ、そういうところは見てて楽しかったです。まあ、とは言っても特に意味もなく食べられる脇役とか、あまり本筋に関係ないサメの懸賞金とか精霊の話とか、まあ、いろいろ突っ込みどころはあるんですけれども、まあ、それはテレビ映画なので多めに見てあげてください。まあ、サメに関して突っ込みを入れるとしたら、とにかく人を食べまくっているということです。普通のサメ映画に登場するホウジロザメよりも体が小さくてエネルギー消費量も少ないはずなんですけれども、1日に3人から4人くらい平気でバクバク食べてます。まあ、サメの生態を考えると明らかに食べ過ぎなんですけれども、逆に言えば映画が間延びしないようにちゃんとサメが登場してくれるっていうことなんで、まあ、サメ地獄とは名ばかりで全然サメが出ないじゃんっていうことはなくて、割と安心して見られる作品になっています。パニックマーケット。パニックマーケットは2012年に公開された 3D サメ映画です。登場人物が多くてあらすじを説明しづらいんですが、いろいろ端折って紹介すると、主人公が元カノと再会したり、警官の娘が万引きで捕まったり、駐車場でカップルがイチャイチャしたり、いろいろ起こっているスーパーマーケットに強盗が押し入ります。そこで吸ったもん出してる時に突然津波が襲ってきて、全員水浸しのフロアに閉じ込められて、しかも津波の勢いでホウジロザメまで入り込んでいたという話です。
子供の頃からサメが好きな人、特に男子なら一回は街中とか学校が水浸しになってそこにサメがやってくるみたいなね、こう中二病的な妄想をしたことがあると思うんですけれども、まあ、それが現実になっちゃったっていう映画です。本作についてはそこら辺に死体が浮いてるのになぜか生きた人間を食べたがるサメ、津波を食らってもなぜか生きている最強な主人公たち、そして買い物かごボディアーマーなどいろいろな突っ込みどころがあります。そもそも実際のホオジロザメって通常時でもかなり早く泳ぎ回るサメで、閉鎖的な空間での長期飼育にも成功していないので、まあ、おそらくあんな場所に閉じ込められたら人を食べる前にストレスと酸素不足で弱ってしまうんじゃないかなって思います。ただ台風で飛んできたサメが人を食い散らかすよりはよっぽど現実的な設定ですし、どうやってサメを攻略して脱出するのかっていう緊迫感のあるストーリー展開なので、まあ、他の B 級サメ映画と比べたらだいぶ楽しめる映画になっています。登場人物が割と多くて、スーパーの中と駐車場っていう風にこう場面転換しながら話が進むんですけども、ちゃんとそれぞれでサメがいい感じに暴れてくれるので、まあ、日常の中にサメが入り込んできたっていう中二病的なシチュエーションを楽しみたい方はぜひおすすめです。少なくともハウスシャークよりは絶対におすすめです。ケージダイブは2017年に公開されたサメ映画で、直接のストーリーのつながりはないですが、一応オープンウォーターシリーズの3作目という風になっています。カリフォルニアに住んでいる若者3人はある動画企画に応募するためにシャークダイブに挑戦しようとオーストラリアを訪れます。檻から安全にサメを観察するツアーのはずが、突如巨大な津波が押し寄せて船は沈没。彼らは檻なしでホオジロザメの密集地帯に投げ出されてしまうという内容です。ストーリー的にはオープンウォーターに海底47メートルを足したような感じに聞こえるかもしれませんが、本作は水中で見つかったボロボロのカメラの中に収められた映像という設定、いわゆるファウンドフッテージ系の作品になっています。ケージダイブのシーンでは本物のホオジロザメが登場して、 CG の方も割とよくできているので、恐怖とリアリティが両方合わさったかなりいい感じの襲撃シーンにはなってると思います。ただファウンドフッテージ系の中でも前半の人間模様のパートが割と長めで、しかも登場人物たちがかなりアホなんで、好みは正直分かれるかもしれません。この映画についてどうしても話したいあまりにもアホな場面があるので、まっさらな気持ちで全くのネタバレなしで見たいっていう人はちょっとの間だけスキップしてほしいんですけど、津波が来て流されていた3人が救命ボートを見つけるんですね。あのテント型になっていて雨風をしのげるタイプです。まあ、これで安心だってなってる時に海を流されているだいぶ弱った女性を見つけるんですよ。でその女性を助けるために救命ボートにあげます。なんかそこまでは良かったんですけど、女性が意識不明でしかも死にかけてるってなってパニクったメイガンっていう女が We gonna do something とか言ってなんか叫び始めて、なんか吸ったもんだ揉めてるうちに照明弾を間違って撃っちゃうんですね。で屋根がついてるタイプだからそのボートが思いっきり燃えちゃって、で3人は救命ボートを失って、で助けた女性はその燃え盛る救命ボートの中でわけわかんないまま火だるまになるんですよ。もう映画っていろんなアホな登場人物が出てきて、僕も散々バカ見てきたんですけども、間違いなくトップ10には入ると思います。まあ期待を超える超おすすめ映画かって言われたらまたちょっと別なんですけれども、ファウンドフッテージ系が好きな方とか、サメと戦うんじゃなくてサメに襲われる恐怖とかそういうホラー要素が強めの作品が好きな方は一度見てみてください。海星獣は1998年に公開されたテレビ映画です。まあ、テレビ映画というかミニシリーズというもので前半と後半に分かれて放送されました。海洋生物学者であるチェイス博士は助手のトールマンと共にある島でサメの研究をしていました。しかし釣りをしていた男性が何かに食い殺されてしまい、警察署長などがサメの仕業と断定します。これに疑問を覚えたチェイスは真犯人を調査しますが、彼らを待ち受けていたのはアメリカ海軍が遺伝子操作で作り出したサメの怪物だったという作品です。まあ、ここまで聞いて B 級くせえって思った人多分いると思うんですよ。確かに設定自体は B 級映画にありがちです。まあ、映画に出てくるアメリカ政府とか米国海軍ってなんかこういうね、謎のわけわかんない実験やりがちなんですよ。もっとね、なんかこう貧富の差をなくすとか、差別を撤廃するとか、進化論教育を強化するとか、もう他に予算をちゃんと使うべきところがあると思うんですけどね。しかもこのサメ、先に言っておくと手足が生えて陸上を歩きます。
まあ、サメに手足が生えたりとか陸に出てくるっていうのは、まあ、現代のサメ映画だと割と当たり前な感じで、まあ、それを当たり前と感じてしまっている僕自身が一番怖い気がするんですけれども、とにかくこの映画のサメも歩きます。そう聞くとこの海星獣も低レベルな B 級映画っぽく思えるかもしれませんが、実はこの映画原作者がジョーズと同じピーター・ベンチュリーなんです。サメ映画の原点にして頂点とされる作品と同じ人が書いた小説が元になっているんです。まあ、なので確かに生物学的なツッコミっていうのはいろいろあるし、そもそもミニシリーズなんで前半後半一緒に見ると3時間近くになるんですけれども、 SF 作品としては面白いので普通に胸を張っておすすめできます。まあ、ただですよ、これサメ映画ルーキーさんっていうサメ映画で結構すごい人がですね、とある動画で言っていたんですけれども、ジョーズの原作者がサメ映画をあらぬ方向に持っていくその一助になっていたって考えると結構面白いですよね。なんだろう、この時からすでにサメ映画狂い始めていたっていう感じがしますね。まあ、割とマイナーな作品ではあるんですけれども、一部の動画配信サイトでは確か見れたと思いますし、ツタヤとかでも店舗によっては DVD 置いていたりするので、まあ、まとまった時間が取れるという方、ぜひこの海星獣楽しんでみてはいかがでしょうか。以上がマイナーおすすめサメ映画紹介第2弾でした。まあ、こんな風にサメ映画紹介するっていうのはちょっといつもの生き物解説とかと比べるとなんかサメに関してあっさい内容になっちゃうかなって思ったんですけども、まあ、サメ映画っていうのもサメと人間のこのある種の文化的な関わりとしては面白い側面だとは思うので、またちょっとおすすめのサメ映画とかあったら今後も紹介していこうかなと思います。まあ、あとはサメの利用の仕方とかサメに関する神話とかそういうものもね、もしかしたらこのチャンネルで取り上げるかもしれないです。まあ、こんな風にこのチャンネルでは海の生き物を中心にして生物の生態とか環境問題とか、まあ、生き物関連のあれこれとかこういろいろ発信をしているので、こういうのを一緒に勉強していきたいよという方はチャンネル登録、高評価、あとツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよならばか、バイバーイ。